じゃあ、まっすぐです。ペコペコ。ペコ、ペコペコ。ペコペコすぎて、俺の乳首見てください。ビンビン。そうなんすか？ペコペコレーダーだ。ペコペコレーダー。来週どんななっちゃうんですか？来週4つでも4つ、4つでも4つ。4つ。そうそうそう。今日も来ました。リフトジムです。リフトジム。ほぼ胸メイン。胸メイン。はい。で、ちょっと肩の、なんかお寿司もくとかちょっとなんかできればいいかなって感じで、はい、頑張ってちょっと胸をやっていこうかなと思います。はい、はい、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。1種目目ケーブルですか？ケーブル。これなんか糸あるんですか？糸が。まあ、もともとすごいケーブルが好きっていうのと、はい、あとはウォーミングアップも兼ねて、はい、ちょっとやっぱ体が硬くなってきた感じがする。水が抜けて、関節も怖くて、あとはトレーニングの頻度が増えてきてるんで、はいはい、だから一種目にちょっとヘビーなプッシュ系を入れないで、うん、ちょっとケーブルとかで肩前とか温めて、はい、でちょっと胸の感度も良くして、ちょっとパンプさせて、はいはい、上方向から下方向に向かって、はい、こういう収縮の形で、はい、そうやっていきます。気持ちいい。もう気持ちいい。大胸筋で E.D. も鳴らしてたから。そういう。そう。フェスみたいな。フェスみたいな。あ、いいですね。うん。そう。5、6、7、8、9、20。あ、気持ちいい。おお、いいですね。一発目でこれやったら初めて。俺見たんですか。あ、気持ちいい。なんか下から見えてたら気持ちいいって言われた。俺正解上手なんじゃねえかみたいな。試合前に減量してたじゃないですか、うん、やっぱね、ぎっくり腰みたいにやっちゃったんですよ、うん、で今痛くないんですけど、水分とか脂肪があると、うん、関節って守られますよね。本当、本当そうですね。だから本当関根さん今怖い時期でもあるから気をつけてやらないと。怖いです、本当に怖いです。ちょっと不安がある方いいじゃないですか、体に。だからそしたら週によってこういう週を作ってあげるとちょっと関節が休まるんで、はい、うんうん、思いのばっかりやってないで、はい、たまにはこういう風にちょっと頭を使ってやってあげるといいかもしれないですね、はいはい、うん、もちろん重量大事ですよ。そうですね、もちろんもちろん、はい、もちろん。あ気持ちよさそう。もう今これじゃないか、気持ちが。あ、でもこれ今一発目でやっぱこれ本当いいっすね。感度がいいですよね。感度めっちゃ重いな。今から胸やるよっていう。うん、はい、そう準備できる。そう、特にこう朝とかかもしれないですね。まあ不安が多くてない時。はい、うん。うん。気持ちいい。これすごいな。あ、すごい、もう UFO に連れ去られたって思い出しました。いや、やだ、思い出した。なんかあったんですよ、ね、消防の時に。消防の時によく帰ってくれましたね、浅草に。おー、いいっすね、これ、うん、ついちゃうと大丈夫。3、4、5、1、2、3、4、5。あー、これはいいわ。気持ちいい。でもなんか嫌な思いがないですよね。ぐるぐるぐるってくる感じで。あー、強い。
毎年思うんですけど、減量すると減量中だからって筋肥大を諦めたくないですよね。あ、まあ、絶対筋肉って落ちちゃうじゃないですか、はいはいはい、でもそれでもやっぱり減量中にどれだけこう筋肉をつけようっていう、つけたいっていう欲を強く保てるかがその後に繋がると思うんですよね。根本的にはね、そう、そこなわけですよ。いや、そう、結局もちろんボディービルで勝つことがすごい大事なんですけど、僕はもう腕回り60センチ、はい、太もも90センチが目標なんで、はい、アニメのキャラみたいな、うん、本当オリバーみたいな、そう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 、そこを目指すなってくると、やっぱり減量中だからっていうことを扱っちゃうと、うん、一生追いつかない気がするんですよね、はいはい。ちょっと微妙だな。でも気持ちいい。胸も少し張っていく感じ。すごいすごいすごい。すごい。ここハムスター入れますよ。入れます。ハムスターのスームとか言ったらここにぶっけるかもしれないです。そうそう。乳首まで東方ゴム。東方ゴムもない。もよりもよりもより。みんなよくやってるわ。いや本当すごいですよ、皆さん、ね、減量して勝てる人はね。君たち一人だけど、みんな同じようにきつい思いしますね。いやそう、格闘技もそうだけど、そういうところって光が当たらないじゃないですか。あ、そうですね。でもそこが一番大事だから、はい、かっこいいところじゃないですからね。そうそうそう、見せ見れないけど、そう、見せるもんじゃないしね、あんまり、うん、そう、だからその見えてないところが一番大事だったりするんですよね。はい、58行くんですか。行っちゃうですか。そうそう、1種目目にポポイ席にね、自分はダンベル全部制覇してみた。ダンベル全部制覇するまで帰りません。そうそうそう、帰りません。帰りま90みたいな。帰りま90が無理だわ。こうやってそのまま寝転がったらそのまま1回転しちゃう、これ。ミリタリープレス。ミリタリープレス。で、ちょっと、足休め。はい。スミスでやって、ちょっと、体幹のストレスを減らして、やっていこうかなと思います。はい、当たっちゃうかな。ちょっと当たっちゃうかな。まあでも、ストレッチ狙いで。ものすごい。
すごい水から出てきたみたいなうわっうわっそう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 、そんな音でしょ今重すぎたもん、顔が三河健一になっちゃった三河健一になっちゃったよ普段やんないのにそうそうどうですかあ、いいいいですかうん足が伸びてるアイシャツだからこう背中がすんなくていいですよねあ確かにちょっとお腹に力が入った状態でこうできるんで、うんうん、こうなりにくいんで、うん、あ確かに、うん、すごいいいわ、うん、肩痛くなりますよねそうそう痛くなる人は絶対つけた方がいいですよねうんうんうん、ね、最後、おやつおやつですかちょっと今日はプッシュ系をやりたいんで、はいまあ、肩の日ではないんですけど、はい、最後にショーダーアクエンスを締めでやって、はい、で肩の日には肩の日でしっかりこう、まあ、レーズやったりプレスやったりという形で今日は関根さんこの後またトレーニングするみたいなんでそう、それがあの肩の日ですそうそう今日の夜のことですよねそう、はい、ちょっと今日はね、夜もレーズ系と三頭持ちとやろうかな、はいやんなきゃいけないとかっていうルールじゃなくて、はい、空腹を耐える時間が辛すぎるんで、はい、どうせ家でじっとして我慢しなったらちょっとでも筋肉にいいことをしたいんで、はい、真似することじゃないと思うんで、はい、怪我したかもしれないですからね本当それこそ、はい、ただまあそこはもうご自身のペースで、はいうん、絞れる人はいつも通りでいいし、はい、僕は減量下手なんでもうとりあえず毎日大会当日に少しでも言い訳を減らせるように毎日毎日過ごしてるだけなんでそうあのただやるべきことをやってるだけですを出してるので、それをちょっと待っていただいて、楽しみにしていただければ。インスタとか見ればわかります。はい、インスタとか見ていただければ、ぜひ登録させていただいてます。お得な情報もね、はい、あるかも。あと新作のアパレルもね、はい、どんどん出てくると思うんで、はい、ご出向おめでとうございます。ありがとうございます。はい、今後ともよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。